すごい発見をしてしまったんです。すごい発見を、すごい発見をしてしまった、もうこれは画期的だと、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、バードロケットシャーです。はじめです。本日は月曜担当の知恵袋、よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、はい、すごい発見をしてしまったんです。すごい発見を、すごい発見をしてしまった、もうこれは画期的だと、はい、お絶対入るレシーブ、おおと、あの結構リアリストの僕がこういうこと言うのも、ね、確かにあんまりないんですけど、あんまり言わないですよね、しらさん、そういうこと。まあ浮きます、はい、浮きますけど、あのなんですね、従来のこのレシーブとか回転の合わせ方と、はい、まあ、上級者の回転の合わせ方の違いっていうのを見つけてしまったので、これはちょっと言わないとなっていう状況で、まあサーブ、まあ基本的にサーブレシーブですね、レシーブなんですけど、はい、まあ、サーブ来るじゃないですか、はい、まあ、こういう風に来たりこういう風に来たり、はい、まあ、巻き込みとか横回転とか、うんうん、なんかいろいろ来ると思うんですけど、はい、まあ、大体が例えばこのこういう風に曲がってきたら、はい、まあ、バックに飛んでいっちゃうからこういう風に目を出しましょうとか、うんうんうん、あのこういう風に目を出しましょうとかっていうのがあるじゃないですか、うんうん、あれ、まあ、間違いじゃないんですけど、うんうん、出し方が良くないから結局ミスるっていうことが起きてます。おお、はい、なのでそのラケットの出し方が上級者と初中級者ではもう決定的な違いがあります。ほうほうほう、それを今からやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあサーブを出してください。で、まあ、初めに横回転、左利きの、まあ、サーブなので普通に触るといきます。はい、まあこれは、まあ、そっちに行くと、そう、こういうことですね、うん、なのでこっちに行かないようにレシーブする、うん、となると、まあこれはこれで OK なんですよ、うん、OK なんですけど、ほとんどの人がですね、はい、何が違うか、こうやって出してても、まあ下が混ざってたりしたら下に落ちちゃうとか、うんうんうん、まあもちろんもう一回出して、な、うん、もうちょっと何度も出して、うん、あーって、はいはいはい、球が動いてるよみたいな、はいはい、そこは合ってるっちゃ合ってるんだけど、ここは合ってるけど、うわーってなって、まあこう、まあ入りましたけどね、うんうんうん、で、ちょっと逆回転出して、まあ、こういう風に曲がってきたり、こういう風に曲がってきたり、その曲がりっていうボールの動きに対して、まあ、混乱することが多いと、うんうんうん、で、それに対して面を合わせようとしても合わせれないっていうことが起きてると、うんうん、で、もちろん面を合わせたら入るんですけど、うん、入るんですけど、やっぱり自分のこう能力を超えてしまうと合わせれないと、うんうん、で、上級層の人たちが結局どうやって取ってるかっていうのは、下から上にポンって触るっていう、はあ、ちょっとサーブ出して、はい、要するに目、まあ目、じゃあこれでいいですよ、はい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 、はい、下から上にポンと、こういう触り方をしてるわけですね。え、こういうか、あ、入れるときは、入れるときは、あ、あ、わかんない、入れとけみたいな、わかんないなってなったら、ほうほうほう、だから目を別に、あの、じゃあそっちに向いてても、はい、多分入ると思います。まあ入れる方法なので、はい、浮きますよ、まずは。まあ、ちょで、ちょっと上回転出してポンって、はい、まあこれでも、まあ、こうなる、はいはい、とりあえず絶対は入ります、うんうん、真ん中を狙えば、うんうん、まあ、前回の動画ちょっと参考にしてもらいたいですけど、はい、上級者の人たちっていうのは例えば分かんないなと思ったらこういう風に触るわけです、はい、下から上、下から上って、やべってやってこうやって触るわけで、例えば上級層、なちょっと見たことあるかもしれないけど、急に来た時にうわっ、なんかうわっってなりません、上級者の人なりますね、うわっって、はい、打つ時でもレシーブする時でも、まあ、レシーブ、うおって自然とこういう風に触ってるんでボールがまあ結局入ると、うんうん、で、初中級者の人たちどうなってるかっていうと、入ったけど、うん、後ろから前に触るのと下から上に触るのではかなり決定的なその入る確率が変わってくると、ほとんどの人はこう触っちゃう、こう触っちゃうわけですね。回転量が相手の方がちょっとでも強いと、強いともうバグリンチをしちゃうと、制御不能っていうことになると、ほうほうほう、これを下から上に触ってあげれば、はい、入ります。ほう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 、このボールの触り方に決定的な違いがあると、うん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 、まあ
絶対は入ると思いますやっぱりちょっと言い切れないこれもやっぱり卓球をかなり続けてる人たちは無意識にやっぱこういう取り方を多分してるっていうことですか。あのね、してると思う、はい、なんかこうやっぱ動画見てると、はい、例えば森薗選手とかこういってこう触ったりね、こうは触らない、うんうんうん、つっつぎとか、はい、この前に振れ前に振れみたいな感じでやっぱ言ってるし、はい、まあ、まあ実際前に振ってるんですけど、振ってるんだけど、振ってるんだけど一回下に入ってからこう前に振ってるような状況なので、はいはいはい、ちょっと出してもらって下回転、はい、普通の下で、要するに前に振れ前に振れってこう振ってるわけね、はい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 、これだともうまあ合えば入りますよ、合えば入る、しかしだから合わなかった時ね、こういうの落ちたりちょっとなく出して、はい、要するにこういうことが起きるわけね、うんうんうん、まあ浮いて入ってるからまだいいんだけど、はい、上級層は一回下に入って、うん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 、まあ、これも微妙すぎて分かんない、うん、ごめん、まあ、確かにもう本当に一回下に入って感覚的では感覚的に例えばちょっとじゃあチキータやろうと思うから、はい、やろうというところからこっち突き入る、はい、こういってこう、おお、あ、なんかぽい、こういって下に入ると、あ、やっぱちょっと違いますね感じが、ああ、ここがやっぱできてるから、はい、チキータもやろうっていう気になるんだと思う、うんうんうん、無理と思っても入れれるっていう、とりあえず入れとけっつって、あっ、ちょっとここら辺はしてもうつこう、ほうっていう、この下から上に触る能力があって、はいはいはい、あれ無理やと思っても入れれるっていう自信がある、うん、それなりに、うんうん、から多分チキータにもいけるんだろうなと私は思っております、うんうん、でここのやっぱりボールの触り方って誰も言ってこなかったと思うんですよ、 これは下から上に触ろう、そうです、聞いたことない下から上に触ろうあるのかもしれないですけど、なのでこれはもう気づいてしまったと、ちょっとやってくれ、はい、僕もなんとなくそういうことやってる気がするような、しないような、多分してるよ多少、ちょっとなんか、あ、分かんないって時に分かんないっていうね、え、じゃあ、じゃあミドルぐらい出そうか、まずは、はい、まあ、いつも通り、いや、うん、いつも通りやっていい、ポンポン、バカ野郎、やってるよ、やっぱりやっぱやってる、うん、やってるやってるやってるやっぱこれではない、うん、このだからネットにカンっていうのは結構危険な合図かもしれない、まあ、なることはあるよそうなってしまう時はあるんだけど、どっちかというとふってね、はい、振ってから噛んじゃない、振ってから噛んじゃない、結構レディースの方多いですよね、振った後に噛んってなっちゃう、うんうん、これはかなり危険な兆候なので、うんうん、まあ、今この動画を見ていただいた方なってるかもしれないと思ったらちょっと見直した方がいいかなと思います、うんうん、もちろんその他の行く時、はい、パッとかグッて行く時はその下から上にやってない時もあります、うんうん、ただでも入れるっていう時に関しては下からポッて上に返してると、うんうんうん、で初中級者層で入れようと思って回転にばっかりこうやって合わそう角度角度ってやってて、後ろから前に振るとか、うんうん、上から下に振るってなると、うん、要するに回転に反応しすぎちゃう、うんうんうん、でボールがどっか行くと、うんうんうん、だけなんでこのボールの捉え方っていうのをこの間その何だっけな、竹の子この間私たち、安が主催してる竹の子、高齢者の方たちを見てて思った、はいはい、これ取り方捉え方がもうそもそも間違ってるなと、はい、もうあれですよ、確か真ん中の真ん中を狙おうっていうのっていうやつで、でもなしこうやって真ん中狙ってもやっぱ入らないですよ、入る時もあるよ、入る時もあるけど、たまたま会った時に、ね、入る時もあるけど、おちょっとまあこういう感覚がない上級者層のボールの捉え方の、うんうん、と初中級者層のボールの捉え方で、まあ、大きな違いがあったと、
この聞いたことない、まあ、常識、今までにあった常識っていうのを間違って伝わってるせいで、うんうんうん、まあ、今までの常識、あ、今までの常識ですね、今までの常識が上級者層ね、なんか踏み込めとかなんかいろいろありますけど、はいはいはい、間違って伝わってるせいでうまくならない人たちがすごい多いので、うんうん、こういったところをどんどん自分の情報発信で何か気づきになれば、うん、嬉しいなと思います。この動画が参考になれば幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。